それでですね私、今日あの質疑をしたかったのは、ワクチン接種についてでございます、今日はあの厚労副大臣もお越しいただきまして、ありがとうございますあの。第3回目の接種ということで、まあ、自治体にはですね非常に重たい、えー、この事務負担というものが課せられている現状なんですけれども。 その中で,です、ね、ちょっといろいろとこう自治体も判断に迷っているところもありますし、国民の皆さんからも、このワクチン接種そのものに対してです、ね、さまざまな疑義、不安の声というものを寄せられているわけでございます、これに対してです、ね、しっかりと国が判断をして、答えなければ、この接種もです、ね、スムーズに進まないということだと思いますので、ぜひご答弁お願い申し上げたいと思いますが、まず最初にです、ね、今回のこの3回目の接種、ブースター接種。 これの目的、それから今回の現行のワクチンが、ですね今言われているオミクロン株にどれくらい有効だというふうに考えているのか、これに対しての現状の政府の見解をお伺いしたいと思います厚生労働省大臣官房、宮崎審議官お答え申し上げます。新型コロナワクチンのこののこ3回目の接種につきましては 重症化の予防、発症の予防等の観点から行うこととしたものでございますが、この関連につきまして、オミクロン株の特徴、あるいはそのワクチンの有効性などについて、えー、現時点までに得られている情報を適切にあのお伝えしていくということ、大変重要だと考えております。ままずオミクロン株につきましては あの国立感染症研究所が現時点での評価、まあえー、世界各地で、えー、今、研究等も進められておりますけどそうした現在までの知見をです、ねえー、文書としてまとめてアップデートして公表しておりますが、それによりますと、まあ、もちろん現時点ではウイルスの正常に関する実験的な評価や疫学的な情報が限られていることですとか、えー、いう中で、国内外の発生状況の推移等につきまして、十分注視していくことが必要であるという前提になりますが、 感染性、あるいはワクチンの効果への影響、重症度等につきまして、えー、現時点までにやられている情報を、えー、文書の形でまとめて12月、直近のもので言いますと、12月16日付で第4報という形で発表しております。この中で、オミクロン株に関するう既存のワクチンの効果などにつきましては、えー、現在、まあ、専門家や製薬企業の間で検証が進められているところではありますけれども、例えば、あのアメリカのファウチ大統領首席医療顧問からは、 ファイザー社、またはモデルナ社のワクチンを用いて追加接種をすることで、オミクロン株に対する効果が十分得られるという公表がされており、また、英国の健康安全保障庁からは、ファイザー社ワクチンの追加接種2週間後の発症予防効果は75%程度であったという発表もされております。我が国の国の立感染症研究所におきまししては、先ほど申し上げた、 評価の中で、この英国健康安全保障庁の報告を引用する形で、ワクチンの効果等に関する記載を示しているところでございまして、こうした現在進んでいる、得られている知見に基づきまして、追加接種を決めているという状況でございます。柳瀬博文君、はい。ありがとうございます。あの丁寧なご答弁、ありがとうございます。 それで、ですねもうこれあの、そもそもこの2回のワクチンを接種すれば、ですねあの重症化予防をできるんだとで、それはかなりの長期間にわたって、ですねこの効果は持続するんだという見解がございましたでいまだにですねそのコビナビ、えー、厚生労働省さんがですね大好きなコビナビには、ですねこの重症化予防効果が6ヶ月時点でも96.7%。 保たれていいたという報告これは今でも載っているわけですよね。で先ほどあの感染研の話されましたけれども、オミクロン株に関しては、これ、肯定的なデータもです、ね、否定的なデータもま両方あると、ファウチさんがそういうふうにおっしゃってるということはよく分かっていますけれども、否定的なものも肯定的なもの出てるんですね。で、これ、これから第6波を想定したときに、これ、デルタ株であるということは考えにくいわけですよね、普通に考えて。 だだから多分新株株のオミクロン株が優にになっていいいくんだろうというふうとふ思いますただ、それに対してです、ね、本当に効くかどうなのかわからないというものをです、ね、まあ、今、一生懸命接種しようとしているわけでしょ、これ、本当にあの正しいのかどうなのかというのは、これ、なかなか難しい判断ですけれども、この知見をです、ね、まずしっかりと積み重ねて、あの自治体にも情報提供していくということが必要なんではないかと。 いいうふうふに思います第,第3回目の接種をいくら急いでやっても、ですね第6波を防げなかったと言ったら意味がないわけですよ、何のために第3回目の接種をするのか、大変な事務をしてですよ、というのは、これは第6波を防ぐためですよね、そこのところをですねあのしっかりとまずあの持っていただきたいし、あのその知見のアップデートをです、ね、して、あの情報公開をしていただきで、自治体にもお伝えいただきたいというふうに思います。 でこの3回目接種の時期についてなんですけれども、これ、原則8ヶ月目、8ヶ月後からにするけれども、自治体の判断で前倒しできるというようなです、ね、これ、話になっているわけですけれども、これもね、ちょっとよくわからないんですね。これは8ヶ月が原則なんですよね。だけれども6、6ヶ月後にできる自治体も出てくるということで、自治体によってこう色合いが変わってくるわけであります。 で私は懸念しているのは、例えばここ,この自治体は6か月後にできたよとで、こっちの自治体は8か月後になったよとなったときに、8か月後の自治体が、ねえー、かなり重篤な患者が大量に発生してしまったというようなことも想定されるわけですけれども、これは一義的に国の責任だということで、これよろしいんですよね、その点だだけ確認ささせてください佐藤厚生労働副大臣。 新型コロナワクチンの3回目の接種、いわゆる追加接種についてでありますけれども、2回目の接種の完了から原則8ヶ月以降で実施することとしておりましたが、感染防止に万全を期する観点から、できる限り前倒しをするとの政府の方針の下、12月17日に8ヶ月以上の経過を待たずに、接種を行う対象者の範囲をお示し,したところでございます。 具体的には、医療従事者等や、重症化リスクの高い、高齢者施設入所者などについて、接種間隔を2ヶ月前倒しし、6ヶ月間、6ヶ月に短縮するとともに、来年2月以降は、まあ、その他の一般の高齢者について、接種間隔を1ヶ月前倒しし、7ヶ月に短縮するとしたところであります。まあ、ご指摘のように、まあ、自治体に対しては、 こうした対象者の範囲や実施の手順について事務連絡を発出したところでありまして、まあ、その内容を周知するとともに引き続き緊密に連携して接種の着実な実施に万全を期してまいりたいと考えております。 柳瀬博文君、はい、ありがとうございます、まあ、これ、国の責任でしっかりとです、ね、やっていただきたいというふうに思います。まあ、自治体はさまざまな判断を迫られていますけれども、やっぱり国の基本的なです、ね、ワクチンの供給がなければ、えー、これ、6ヶ月に前倒しするということもできません。えー、ですから、これは国がです、ね、あの責任を持って、この体制を整えると。 ということでその結果もですねあの国がしっかりと責任を負っていくという姿勢をですね明らかにしていただきたいとお願い申し上げたいと思いますこのワクチンについてはですねその接種そのものに対しての不安の声も各自治体には届いているというふうに聞いております厚生労働省12月3日にですねこのモデルナ社ファイザー社のワクチン接種後若い男性で通常より高い頻度で報告されている心筋炎や心膜炎について重大な副反応を というふうふに警戒度を引き上げましたこれまでは因果関係が不明という形で記載されていたわけですけれども、これ、重大な副反応があるんだよというふうにです、ね、この現行のワクチンに対して記載をするようになったということであります。でとなるとです、ね、これまで言ってきたリスクベネフィットの考量がです、ね、若干変わってくるんではないかというふうに思いまして、特に若年者、 あの皆さんはま重症化しづらいということが言われています。であればですね、この重大な副反応が若年者に特に見られるということで、あればですね、このリスクとベネフィットをもう一度考え直す必要があるのではないかというふうに思います。このワクチンを接種する方が実はリスクが高いということになりはしないかというふうに懸念をしているわけですけれども、この点についての見解を伺いたいと思います。宮崎審議官。 お答え申し上げます今ご指摘いただきましたあ若年男性における心筋炎、心膜炎に関しましては委員ご指摘のように12月3日の厚生科学審議会におきまして 評価をされまして、議論の上、評価をされまして、添付文書の改定等が行われたところでございますけれども、あの詳細なその時点の得られた知見を持っていたしましても、引き続きこの年代に対する接種を行っていくということで、まあ、十分あのその時点、その時点で得られた副反応等については、専門家の意見を聞きながら、あの検証して進めていくという形でやっているところでございます。 柳瀬博文君、はい、ありがとうございます、これ、治験はですね常にアップデートされるんですね、これまでは重大な副反応ないっていう話だったんですよ、それが重大な副反応というふうに認められるようになった、つまりこれからもですね未知のリスクは次々と明らかになってくる可能性と。 いいうものはございますですから、これは丁寧な、ですねそして慎重なあのご判断を求めたいというふうに思います。これからあの5歳から11歳までの接種対象年齢の拡大について、まあ、来年2月にこれ、承認見込みというようなことが報道されているわけです。これは変わらずに、これ、進んでるんですかね、これ例えばドイツのワクチン諮問委員会では、既往歴のない5歳から11歳までの子どもに対して、ワクチン接種の勧奨を行わないと。 という答申を出しましまたでその判断の理由は、ほとんどが無症候であること、重症入院、集中治療のリスクが限定されているということ、入手可能なデータが限られることによるまれな副作用のリスクを現在、評価できないこととしています、こういった判断をした国もあ,るありますので、まあ、特にこの5歳から11歳です、ね、の接種については、極めて慎重なご判断をお願い申し上げたいと。 いいうふうふに思いますけれどもすみません、通告ないんですけど、見解だけ聞いていいてですか佐藤副大臣あのご指摘のありました5歳から11歳までの子ども用についてでありますけれども、まあ、子ども用の新型コロナワクチンにつきましては、11月10日にファイザー社から薬事申請がなされまして、PMDA、いわゆる医薬品・医療機器総合機構において、有効性や安全性等の 確認が進められている。まあ、先月、まあ、11月15日の厚生科学審議会、まあ、予防接種、ワクチン分科会においては、5歳から11歳までの子どもへのワクチンの接種については、ワクチンは子どもにも有効であるとのご意見や、また、子どもは感染したとしても重症しにくいこと、そもそも感染したとしても重症化しにくいこと、 そもそも感染者が少ないことといった事情も考慮して、慎重に検討する必要があるとのご意見など、さまざまなご意見があったところでありまして、その効果、リスク等について、議論を継続するということになったところであります。今後ともですね、5歳から11歳までの子どもをワクチン接種対象とすることについては、最新の科学的知見も踏まえて、丁寧に議論するとともに、 ま自治体に十分な情報提供を行い、ま連携して取り組んでまいりたいと考えております。柳瀬博文君、はい、申し合わせの時間ですので、はい、いありがとうございます。あのぜひ慎重なですね検討をお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。